のびちゃんが私のところに来ました。のびちゃん、よく来てくれたね俺のところに。ん、今日は12月22日、今夜の10時半です。回りました。今日は夕方から雨が降ってすごい寒い一日になりました。寒いんで、さっきこの電気ストーブの下にですね、しずかちゃんが来てうずくまってましたけど、下に行ってしまいました。で、入れ替わりのようにのびちゃんが私のところに来ましたけど、この写真を見てください。これはですね、今日私が晩ご飯を食べてる時に、のび太くんがこのガスのですね、ファンヒーターの上に乗っかってる写真ですね。部屋が寒かったんで、このガスのファンヒーターの上がですね、ちょうどいい温度だったのかもしれないですね。ガスのファンヒーターの前はですね、熱風が吹き出してるんで、のび太くんも静香ちゃんもあんまり好きじゃないですね。風があんまり好きじゃないみたいですね。昔飼ってた長生きしたタマちゃんですね。タマちゃんはファンヒーターの前が好きで、いつもファンヒーターの前にちょこんと座ってましたけど、やっぱりだいぶ違うもんですね、猫のってね。みーちゃん、ん？君はその上がいいの？ファンヒーターの前じゃなくて。珍しいね。前の方がもっと暖かいと思うんだけど。ん？いいの？それで。のび太くんが私のところに来たということは、お腹が空いてるんじゃないかと思うんですけどもね。でもですね、のび太くんも静香ちゃんもかなり餌をやってます。量はそんな多くないんですけれども、こうお腹すかしたってですね、甘えてくるたんびにやってるんで、もう1日で数えたらですね、10回ぐらいはやってますね。だから朝昼晩と3食とかですね、朝晩とか、そういう風なやり方もあるんでしょうけど、この子たちは年中腹すかしてます。本当にどうしてそんなお腹空いちゃうの、のびちゃん。ん？育ち盛り、もう3歳半だから、ね、育ち盛りの時は過ぎたよな、うららのね。のび太くんは食べても食べてもですね、全然太らないですね。スリムな体型を維持してますね。お腹も贅肉が全然溜まってないです ね。顔はだいぶでかくなったけどな。静香ちゃんはこの1ヶ月ぐらいでですね、急にたくさん食べるようになって、ずいぶん太りましたね。多分2、300グラムぐらいは増えたんじゃない、人間で言ったら5キロぐらいは増えた感じですよね。のびちゃん、泣いたりしないの、ね、でそうやって眠そうな顔して、君がそこにいると私は何の仕事もできないんだよ。動画の編集をしようと思ってやり始めたら、チビが来たんで撮ってしまいました。これを今日の動画にしようかな。じゃあね、ゴロゴロ言ってますね。触ってるとわかる、聞こえるか、聞こえないかもしれない。ということで、のび太くんのレポートでした。これを見てください。さっきのび太くんにですね、カリカリやりました、たっぷり。そしたらまた私のところに来てですね、甘えてます。これはまだ食い足りなかったっていうことなんでしょうか。すごいね、君の食欲。ん？ゴロゴロ言ってる。ん？何そんなにゴロゴロ言っちゃって、みーちゃん。もうあげないよ。でも、ね、人間で言ったらですね、ご飯1膳ぐらいは軽く食べた感じですね。
だから君にはあげないことにした。今時刻はですね、あの時計で見ると11時ちょっと前ですね。だからこの動画が編集し終わってアップロードできるの12時過ぎだから、それまではちょっと待っててもらうしかないね、君にはね。そのぐらい我慢できるでしょ、さっき食べたんだからね。のびちゃん2回目だからね、君を取るの。これで終わりにしましょう。終わり。